あとこれは全然野球と関係ない話というかお題なんですけど、いやせっかく4人いるので、例えばこの中で先輩にするなら、後輩にするなら、兄弟にするなら、兄弟、兄弟か親友か、親友になるなら誰みたいなのをちょっと聞いてみたいなと思う。お互いそれぞれ性格も知ってると思う。ちょっと自分はまあ先輩だったら家になってもらって、家君も先輩、その理由は、うん、まあ絶対余裕だろうっていう舐め腐ることができそうな先輩なんで攻略だ、攻略余裕だ、優しいから、そうです、優しいんで、まあ余裕だろうっていうことで、まあ入江を先輩にして、まあ同級生とか兄弟で、兄弟っていうか友達、まあ友達であれば多分木沢っすね。木沢だったら頼りになりそうだよね、はい、頼りになりそうだし、なんか自分と違うようなもの持ってるっていうか、そういうところでいろいろと話し合いとかして楽しそうだなっていう。翔太は逆に後輩になってもらって可愛く、多分面倒見がいがあるようなやんちゃな感じだと思うんで、はい、なるほど。ちょっとこんな調子で、ね、あの考えまとまった人からどうぞ。あ、じゃあ僕いいですか。どうぞ。と兄ちゃんにするなら絶対気出す。なんか優しそうじゃないですか、うんうん、面倒見てくれそうな感じです。で、まあ、じゃあさっき出たんで、うん、あの僕の先輩に、はい、なってもらって、はい、面倒見てもらうっていう。で後輩が、じゃあ後輩入江で、はい、なんで、いやなんか面白いじゃないですか、なんか絡めそうじゃないですか、結構絡みやすそうっていう、そうっすね、いじれそうっすねか、まあ、先輩、早川が先輩だったらたくさん勉強させてもらえそうですけどね、やっぱり、まあそうですね、まあ入江が同期だったら多分一生笑かしてくれるんだろうなと思います。はい、まあまだ翔太が後輩というか、あの人懐っこいので、すごいそう、なんかこう先輩後輩とかじゃなくてすごい近い存在で、うん、友達っぽい、ね、そうですね、はい、一番そういう感じかなと思いますね、うん、さあ大人気の、はい、さっき考えてたんですけど、やっぱり先輩は木沢ですかね。なんていうんですか、まあ頼りがいもありますし、その自分のやること、やるべきことを全うするタイプなので、うんうん、自分はそれを見て成長したいな、後輩として、うん、で、まあ、同級生だったら翔太ですね。あれこれはもう間違いない、同級生、あれその心は、その心は、まあやっぱりそんなあんまりこうキャラかぶりしてないっていうか、その自分はじゃあ面白いキャラでいきます、で翔太はなんかこうあれじゃないですか、こういじりがいのあるこうキャラじゃないですか、だからこう2人でこうコンビ組みたいなと思います。で早川は絶対後輩です絶対的に後輩です。なぜなら、ま、ず先輩だったら絶対怖いっすよ、絶対怖いっす、その寡黙ですし黙々とやるタイプじゃないですか、なんで自分が先輩という立場になってちょっと砕けさせたいですねこの完璧なキャラを自分がもう砕きたいっすまあ多分自分は舐め腐ってるんで崩すことは多分できないからっていう矛盾で、はい、不可能っていう。あとですね、次いきますが、まあもう皆さんね、六大学も卒業されるというか大学生業も終わるんですけど、まあ一押しのうちの後輩か、もしくはまあこの、まあ、下の台でね、注目している六大学の選手とかいれば、ちょっと挙げていただきたいんですけど、なんかまあ、もしかしたら共通する人が出てくるかもしれませんが、どうですか、3年生以下で、この人は。自チームから選ぶのはちょっと、もうみんな期待してるんで難しいんですけど、自チームから立教の山田君は、すごい、
結構花があそこまで花がある選手っていうのはなかなか今まで見てこなかったので、すごいこれからの六大学を担うスター性はあるんじゃないかなとは、すごい何をやっても絵になる選手だなと思います。前もないのと、それこそ郡司君たちも山田君の名前挙げてたんですけど、結構やっぱそんな感じですか、みんな対戦してても。そうでもない、いや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 、映える映える映える、あの感じですごい人がいいんですね。あ、そうなんだ、すごいいいやつなんですよ。なるほどね。そこは山田選手以外はどうですか、自チームでもいいです。じゃあ自分いいっすか、やっぱり武田ですね、やっぱり武田です。あの後輩の、あのいなんていうんですか、こう一見ちょっと可愛らしくて、いじりがいもあってめちゃくちゃおもろいんですけど、練習めちゃくちゃするんですよね。なんでもうめちゃくちゃなんか頑張ってほしいなと思います。後輩だ、はい、チームになっちゃうんですけど、まあ、三浦銀次ですかね、やっぱり、まあ、今年ちょっとまあ少し調子悪かったんですけど、やっぱり野球に対する思いとか、まあ、努力とかはすごいするやつなんで、まあ、最終学園でしっかり結果残してくれるんじゃないかなっていう期待を込めて三浦にします。だが山田とは三浦かもね、どうでしょう、ね、山田さんやっぱりどうですか、自分は、まあ、自チームの後輩は、まあ、全員可愛いんで、まあ、自チームじゃなくて他チームで出すんであれば後輩である山下かなっていうのはあるんで、うんうん、山下には、はい、頑張ってもらいたいなっていうのはあるんで、うん、本当に、まあ、トミー・ジョンとかもしていろいろと苦しい思いしてますけど、自分見たくなってくれればなっていうふうに思っております、うん、まあちょっとここまでアマチュアの学生の話で、あとプロでどうでしょう、多分ね、セッパーでそれちょうどね、セッパーで2人ずつ行きますけど、投げ合うかもしれない時が来るかもしれませんが、その時のちょっと誰って何投げるのかなってすごい気になってるんですけどどうですかまあ別に投げ合わなくても、まあ、投げ合う時じゃなくても初登板の時でもいいんですけど、みんな第一球何で行くんだろうなっていうのをとても気になってるんですけども、どうですか。それぞれでもみんななんか この人これ投げるんじゃないかなって思うボールがあるんじゃない、予想してるんじゃないかな。ヤッカーはストレートだと思いますね。あ、なるほど、あ、違いましたね。あ、違う自分は多分カーブで最初入るから。カーブ、はい、その心は誰も多分予想してないでしょうっていう確かに、はい、そりゃそうですね。自分がじゃもし木澤がバッターだったら、うん、木澤がバッターだったら、木澤がバッターだったら、あ、そういうことか、そうだ、あのたリーグで戦ってみたいなバッターだったら、バッター木澤、自分はあれ投げます、ストライク投げてあのサードに早く降りますセーフティーバントするんだセーフティーしたの、明治もね、ファールだったけどしたの、そうしたの、なんでもうまっすぐ投げてサード側に降ります、すぐすぐカバーに入る、はい、じゃあ一流側にします。既存のセーフティーってなんかやっぱり皆さん印象ある感じ、いや僕されましたもん、あ、そうか、されてるとやっぱり印象あるね、やっぱピッチャーセーフティーって刺されたっす、さすがに、いやもう打てないんですよ僕本当に打てないので、もうだったら少しでも可能性ある方に行ってかけた結果、別に足に自信があるわけでもないんですけど少しでもちゃんと可能性がある方にかけてるってだけです、はい。なるほど、まあでも打席立つ機会がね、2人とも、はい、プロではあるからね、はい、なんか、あと、あ、ごめん、あのこれ多分散々聞かれてると思うんですけど、対戦したいバッターを打ってみるんですか、同じリーグでこの人を当たってみたいなって、投げてみたい、純粋に。僕は郡司さんとまず対戦したいですね。あの、まあ何回か紅白戦であったり投げさせて対戦させていただいたんですけど、まあ本当にもう抑えることができた記憶がないので、まあ、郡司さんにたくさんお世話になった分、お返ししたいなと思います。でもね、多分どうですか、郡司攻略法はどうですか。ないです、はい、自分で探してください。厳しいですね。厳しいです。でもそのくらい多分嫌なバッターなので、はい、どうしようか、対戦したいと思いますか。
自分ですか。対戦したいバッター。対戦したいバッターですか。いやでも全員、本当にそれこそ言ったらもう全員と対戦してみたいですけど、12球団その各スタメンの人としたいですけど、誰だろうな。まあやっぱりこう巨人のそうそうたるメンバーにはちょっと投げてみたいなって思いますね。はい、丸選手であったと思います。自分は先輩の多いロッテに投げてみたいなって思って、中村さんにしろ鳥谷さんにしろいるので、はい、そういう先輩方と対戦してみたいなっていうのはありますね。もう基本は抑える、もちろん。いや抑える、一応怖いんで、はい、なかなか緊張すると思いますけど、対戦してみたいなっていうのは、はい、そうですね。自分パリーグなんで、パリーグはやっぱ素晴らしいバッターまあたくさんいるんで、まあでもその中でもやっぱり柳田選手とかは自分もなんかすごい見入っちゃうんで、なんか対戦してみたいなと思います。どうやって抑えたらいいんですか。そうなんですよね、わかんないですよ ね。でも抑えられたらすごい自信になりそう。なんかその抑える抑えないっていうよりも、あ、柳田選手と対戦してるみたいな感じになりそうっす。今対戦してるのかな、はい、なるほど、ありがとうございます。あとはですね、じゃあちょっとまあ六大学ファンの方とかも見てくださってると思うので、まあ六大学ファンの皆さんに一言と、あとこれからプロ野球行くので、まあ抱負を簡単にいただければ。はい。六大学野球を応援してくれる皆さんに質問ね。そう、はい。4年間、応援し続けて、いただいて本当にありがとうございます。これから、プロの世界で、プロの世界に、飛び込むわけですが、開幕から一軍で、定着できるように、頑張っていきたいなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。はい。まあ、今こうして引退して、東京六大学野球というリーグで野球ができていったことを本当に幸せな時間だったんだなと、感じています。本当に応援ありがとうございました。まずプロでは開幕1軍を目指して、努力していきたいと思いますし、来年も頼もしい後輩たちが神宮で熱戦を繰り広げてくれると思うので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。プロ入りに向けては本当にもう開幕1軍だけしか見てないです、はい、今はまず目先の目標、そこをしっかりクリアしてからだと思っているので、残りの時間を大事に準備していきたいと思います。はい、はい。そうですね、東京六大学も長い歴史のあるリーグだと思うので、こうなかなかここまで歴史のあるリーグはないと思っているので、その歴史を感じながら神宮球場に足を運んでくれると、いろいろな楽しさっていうのがこうまた発見できると思うので、今後も六大学の方の応援をよろしくお願いします。まあ個人的になるんですけど、まあプロに入ってからはしっかり活躍できるように、こう1年目からこう飛ばして、まあ新人王っていうタイトルを目指して頑張っていければというふうに思っているので、個人的になりますけど自分の方も応援よろしくお願いします。4年間六大学野球で野球やらせてもらって、改めて東京六大学がどれだけ素晴らしいかっていうのも分かりましたし、まあ、そのファンの方の熱い声援というのがとても力になりました。ありがとうございました。でプロになったらしっかり開幕一軍、そして常に定着っていうのを目指して、六大学の選手はすごいなっていうふうに思われるような選手になりたいと思います。はい。
待って、かぶった。うわ開幕一軍。1軍。うわ新人王。頑張れ。おいもうちょっとお願いします。もうちょっと。はい、参ります。はい。入江先生、いいですよ、入江先生。入江さん、こっちの方に、木澤さん、若干こっちで、で、カメラ目線です。カメラ目線です、カメラ目線。もうちょっとだけ、中に入れてます。はい、すみません。はい、行きます。はい、お願いします。はい、いい感じです。これはやばいですね。ごめんよ。はい、ありがとうございます。これ